の皆さん、本当にありがとうございました。ファーストステージでの戦い、それとクライマックス、チームが一丸となってですね、来る勢いというのは大変脅威でした。勝つことができ、そしてセントラルリーグを代表して、日本シリーズに出場権を取ったというのは非常に、価値あることだと思います。本当にありがとうございます。三塁へセーフティーバントで勝ち越しという、そういう作戦でした。あのシーンどう見てらっしゃいましたか？サインではありませんが、自身がですね、状況の中、フォアザティー、チームが勝つということをですね、一番に掲げて、野球を4月からやってきました。その部分の確率の一番いい野球を本人が選んでくれたという点では、ベンチもびっくりしました。全員が勝とうという気持ちが集約されたと思います。また5番はこのシリーズ3ホームラン、その活躍はどう見てらっしゃいました？間違いなくこのシリーズの MVP、そして台風19号の影響で昨日中止になって、その影響も残る中、これだけの大観衆の中で日本シリーズ進出する姿を見せられた、このことについては監督はどう思っていらっしゃいますか？今回の台風で、被災されたですね、もう皆様にはですね、お見舞いを申し上げます。しかしまた今日この日にですね、これだけ多くのファンの方が集まっていただき、見守っていただき、応援していただき、そして多くのジャイアンツファンがですね、テレビの、画面を見てですね、狂喜乱舞、万歳をしてくれているということに対しては、ジャイアンツを代表して本当にありがとうございます。それは日本シリーズで勝つことです。その目標に向かってです。